アスケ神社は、愛知県豊田市アスケ町にある神社。祭神のアスケ十藩から1332年5月3日は、三河国の武士で、アスケ氏の七代目総領。アスケ定地下の子で、別名として次郎、あるいは三郎とも。現行の変においては、笠木山に最初に駆けつけて、老城軍の総大将を務めたが、陥落後に捕獲。翌年、六条河原ので残首された。 楠木のき定常には、笠木山で打ち死にしたと記されている。重藩の死後、安助氏の数勢が衰えて全国に、ちりじりとなったことや、三河地方は、室町幕府の重心を多く排出した土地である、ことから、安助氏の痕跡は、地名以外ほとんど残らず、地元においても、重藩は長らく、俗軍の将として語るのをはばかられてきた。しかし1891年に、 明治天皇から聖四位を贈られて、名誉を回復。1893年に、厚田神宮が、神明作りに建て替えられた際に、拙者の一つを譲り受け、1902年に、東鴨郡の軍舎として、アスケ神社が創建された。1933年には、十三位を追贈され、検証運動も、活発化。検者さらに、 別格官兵舎に昇格させる計画が立てられ、1943年頃には新たな社殿の造営などが行われたが、廃線に伴い中断。検証運動も立ち芸となり、再び元の場所へ先座した。アスケ神社の例祭。かつては、十半の命日に当たる5月3日に行われてきたが、近年では4月第2日曜に行われる。アスケ神社。 アスケ観光協会2013年1月12日閲覧アスケ神社愛知県歴史観光見どころ2013年1月12日閲覧アスケ春祭りアスケ観光協会2013年1月12日閲覧ありがとうございます